それで、あんた何？開口一番それか。こりゃまた、とんでもないマスターに引き当てられたものだ。確認するけど、あなたは私のサーヴァントで間違いない？それはこちらが聞きたいな。君こそ私のマスターなのか？ここまで乱暴な召喚は初めてでね。正直状況がつかめない。私だって初めてよ。そういう質問は却下するわ。そうか。だが私が召喚された時に君は目の前にいなかった。これはどういうことなのか説明してくれ。本気？ひな鳥じゃあるまいし、目を開けた時にしか主を決められないなんて冗談はやめてよね。まあいいわ。私が聞いているのはね、あなたが他の誰でもない、この私のサーヴァントかってことだけよ。それをはっきりさせない以上、他の質問に答える義務はないわ。召喚に失敗しておいてそれか。この場合、他に色々と言うべきことがあると思うのだが。そんなのないわよ。主従関係は一番初めにはっきりさせておくべきものだもの。うん。主従関係ははっきりさせておくか。やることは失点だらけだが、口だけは達者らしい。ああ、確かにその意見には賛成だ。どちらが強者で、どちらが弱者なのか、明確にしておかなければ、お互いやりづらかろう。どちらが弱者かですって？ああ、私もサーヴァントだ。呼ばれたからには主従関係を認めるさ。だが、それはあくまで契約上の話だろ。どちらがより優れたものか、共に戦うにふさわしい相手かを測るのは別になる。さて、その件で行くと、君は私のマスターにふさわしい魔術師なのかな、お嬢さん。あなたの意見なんて聞いてないわ。私が聞いているのは、あなたが私のサーヴァントかどうかってことだけよ。ほう、なるほどなるほど。そんな当たり前のことは答えるまでもないと。実に勇ましい。いや、気概だけなら立派なマスターだが。だから、順番を間違えるなっていうの！一番初めに確認するのは召喚者の務めよ。さあ、答えなさい。あなたは私のサーヴァントなのね。はぁ、強情なお嬢さんだ。これでは話が進まんな。仕方あるまい。仮に私が君のサーヴァントだとしよう。で、その場合、君が私のマスターなのか？いやまあ、あくまで仮の話だが。当たり前じゃない！あなたが私に呼ばれたサーヴァントなら、あなたのマスターは私以外に誰がいるっていうのよ！ほう？そうか。まあ仮の話なんだが、とりあえずそうだとしよう。それで、君が私のマスターである証は、どこにある？ここよ。あなたのマスターである証って、これでしょ？うん。
納得いった。これでもまだ文句を言うの？はぁ、まいったな。本気で言ってるのか、お嬢さん。本気かって、なんでよ。その考えがだ。レイジュがあればマスターなのか？レイジュなど、サーヴァントを利する道具に過ぎないだろう。まったく、そんな形だけのものでマスターぶるとはな。私が見たかったのは、君が忠誠を振るうにふさわしい人物かどうかだったのだが。何よ。それじゃあ私はマスター失格？そう願いたいが、そうはいくまい。レイジュがある以上、私の召喚者は君のようだ。信じがたいが、君は本当に私のマスターらしいな。全くもって不満だが、認めよう。とりあえず、君は私のマスターだ。だが、私にも条件がある。私は今後、君の言い分には従わない。戦闘方針は私が決めるし、君はそれに従って行動する。これが最大の譲歩だ。それで構わないな、お嬢さん。そう。不満だけど認めるくせに、私の意見には取り合わないってどういうことかしら。あなたは私のサーヴァントなんでしょ？ああ、形の上だけはな。故に、形式上は君に従ってやる。だが、戦うのは私自身だ。君はこの家の地下にでも隠れて、聖杯戦争が終わるまでじっとしていればいい。それなら、未熟な君でも、命だけは助かるだろう。ん？怒ったのか？いや、もちろん君の立場は尊重するよ。私は、マスターを勝利させるために呼ばれたものだからな。私の勝利は君のものだし、戦いで得たものは、すべて君にくれてやる。それなら文句はなかろう。どうせ君にレイジュは使えまい。ま、あとのことは私に任せて、君は自分の身の安全を。あったまきた！いいわ、そんなに言うなら使ってやろうじゃない。アンファン。まさか。そのまさかよ、この礼儀知らず。フィアトラーク、アインノイエナーゲル、アインノイエスゲナツ、アインノイエスフィアブリヒン。待て、正気かマスター。そんなことでレイジを使うやつか。うるさい。いい、あんたは私のサーヴァントなら、私の言い分には絶対服従ってもんでしょ。考えなしか、君は。こんな大雑把なことに霊女を使うなど。君の性質は大体理解したぞ、マスター。
念のため尋ねるが、君はレイジュがどれほど重要か理解しているのか、マスター。知ってるわよ。サーヴァントをリステル3回きりの命令権でしょ。それが何よ。いいかね。レイジはサーヴァントを強制的に行動させるものだ。それは行動を止めるだけでなく、行動を強化させるという意味でもある。例えば、私はここから遠くの場所まで瞬間的には移動できない。だが、レイジで行けと命じれば、それが私と君の魔力で届くことならば可能となる。強制命令権とはそういうことだ。サーヴァント自身でも制御できない、肉体の限界さえ突破させる大魔術の結晶が3つのレイジュなのだ。まあ今では2つに減ってしまったがな。知ってるわよそんなこと。いいじゃない、まだ2つあるんだし。あなたに命じた規則は無駄じゃないんだし。確かにこれは私の誤算だった。レイジュというものは曖昧な命令には効きが弱くなる。私を守り通せ、この戦いに勝てなどといった広く長く効果が続くものにはレイジュの力が弱くなる。効き目は長く続くが苦痛が小さいため逆らえるサーヴァントも出てくるだろう。逆に次の一撃を死ぬ気で放て、あのグラスだけは壊すなといった単一の命令は絶対で、よほど強力なサーヴァントでも逆らうのは難しくなる。さてここまでで私が言いたいことがわかるな、マスター。わかるわよ。要するに広く長い命令は意味がないんでしょ。効果も戒めも薄いならサーヴァントはレイジュに逆らって行動できる。そんな効き目の薄い命令をするなら絶対的な単一の命令をした方がいい。そうだ、レイジュとはもともと自分たちの能力以上の奇跡を起こすためのもの。それを代用の効く命令などで消費する具は許されない。君の先ほどのレイジュはまさにそれだ。私が君に従うかは話し合いで解決できたことだし、仮にレイジュを使ったところで全ての言動に絶対服従などレイジュが100あっても実現できない。じゃあ私のさっきのレイジュは無意味ってこと？通常ならそうなのだがな。どうも君の魔術師としての性能は桁が違ったらしい。桁が違ったって、もしかして。ちょっとあなた、自分が今どんな状態なのか正直に話してみなさい。ああ、誤算というのはそれだ。先ほどの命令では少しはマスターの意見を尊重しようという程度の心変わりにしかならない。だが今の私は君の言葉に強い強制を感じている。君の意見に異を唱えると、そうだな、ランクが一つばかり落ちるようだ。つまりマスターの意向に逆らうと体が重くなって動きづらいというところか。宣言を撤回しよう、マスター。年齢は若いが君は卓越した魔術師だ。子供と侮り戦いから遠ざけようとしたのは私の過ちだった。無礼ともども謝ろう。やめてよ。確かにいろいろ言い合ったけど、そんなの喧嘩両成敗っていうか。そうか、いや話のわかるマスターで助かった。なんか切り返し早いわね、あんた。何？誤算は誤算だったが、
嬉しい誤算というやつだったからな。これほどの才能があるのなら君を戦いに巻き込むことに異論はない。じゃあレイジュ抜きで私がマスターだって認めるのね。無論だ。先ほどは召喚されたばかりで馴染んでいなかったが、今では完全につながった。魔術師であるのなら契約によるつながりを感じられるだろう。契約？サーヴァントは聖杯に呼ばれるけど、呼ばれたサーヴァントをこの世にとどめるのは、そう、マスターの力だ。サーヴァントはマスターからの魔力提供によってこの世にとどまる。魔力提供量は十分だ。経験的に問題はありそうだが、君の能力は飛び抜けている。普通の魔術師ならばサーヴァントを召喚した瞬間に意識を失っているだろう。だというのに君は活力に満ちている。先ほどのレイジといい、この魔力量といい、マスターとして君は間違いなく一流だ。今さら褒めたって何も出ないけど。何のサーヴァント？見てわからないか？あ、それは結構。わかったわ。これはマスターとしての質問よ。ねえ、あなたセイバーじゃないの？残念ながら剣は持っていない。知ったわ。あれだけ宝石を使っておいてセイバーじゃないなんて目も当てられない。悪かったな、セイバーでなくて。え？ああ、うん、そりゃ痛恨のミスだから残念だけど、悪いのは私なんだから。なあ、どうせアーチャーでは派手さに欠けるだろうよ。いいだろう、後で今の暴言を悔やませてやる。その時になって謝っても聞かないからな。はい？蚊に触った、あーちゃん。触った。見てよ、必ず自分が幸運だったと思い知らせてやる。そうね、それじゃあ必ず私を後悔させて、あーちゃん。そうなったら素直に謝らせてもらうから。ああ、忘れるなよ、マスター。己が召喚したものがどれほどのものか知って感謝するがいい。もっともその時になって謝られてもこちらの気は晴れんだろうかな。それであんた、どこの英霊なのよ。アーチャー？マスターである私がサーヴァントであるあなたに聞いているんだけど。それは秘密だ。は？私がどのようなものだったかは答えられない。なぜかというと、あのね、つまんない理由だったら怒るわよ。それは、なぜかというと自分でもわからない。何よそれ、あんた私のことバカにしてるわけ？
マスターを侮辱するつもりはない。ただこれは君の不完全な召喚のツケだぞ。どうも記憶に混乱が見られる。自分が何者であるかわかるのだが、名前や素性がどうも曖昧だ。まあさして重要な欠落ではないから気にすることはないのだが。気にすることはない、気にするわよそんなの。あんたがどんな英霊か知らなきゃどのくらい強いのかわからないじゃない。なんだ、そんなことは問題ではなかろう。さまつな問題だよそれは。さまつってあんたね、相棒の強さがわからないんじゃ作戦の立てようがないでしょ。そんなんで戦っていけるわけないじゃない。何を言う、私は君が呼び出したサーヴァントだ。それが最強でないはずがない。もう、いっか。誰にも正体がわからないってことには変わりはないんだし、敵を騙すにはまず味方からっていうし。わかった。しばらくあなたの正体に関しては不問にしましょう。それじゃあ、アーチャー、最初の仕事だけど。早速か。好戦的だな君は。それで敵は？下の掃除お願い。あんたが散らかしたんだから責任持ってきれいにしといてね。君はサーヴァントを何だと思っている。使い魔でしょ。ちょっと生意気で扱いに困るけど。意義あり。そのような命令はこと。いいの？これマスターとしての命令よ。マスターの方針に逆らったら体が重くなるんだっけ。まあ、あなたはその程度じゃどうってことないだろうけど、そのペナルティは今を掃除するまで続くのよ。そんな状態で明日から戦っていくのは危ないんじゃない？了解した。地獄に落ちろ、マスター。
もう朝。9時過ぎてる。遅刻どころの話じゃない。体が重い。半分以上持ってかれたみたいね、これは。そうだった。私、セイバーじゃなくって、アーチャーを呼び出したんだ。魔力が戻るまで一日ちょいか。今日は慣らし運転ってことにしよう。まあ、問題なんてあるわけないけど。あいつの記憶が戻るまで切り札は封印か。思い出せないんじゃ使いようがないしね。まあ、火はこっちにもあるし、なんとかやっていくしかないか。あ、見直したかも、これ。日はとっくに昇っているぞ。また随分とだらしがないんだな、君は。おはよう。そういうあんたは随分とリラックスしてるようね。今を好き勝手使ってくれちゃってさ。何、一晩過ごした部屋だからな。どこに何があるか把握したよ。ついでだから厨房も片付けておいた。もう少し荒れているかと思ったが、なかなか気の行き届いた厨房だ。一人暮らしの洋館にしては上等だ。なるほど、本調子ではなさそうだな。昨夜は元気だったが、睡眠をとって疲れが出たのだろう。紅茶でよければご馳走しよう。まあいいけど、疲れてるのは事実だし、飲む。何、感想が聞きたかったが、その顔では聞くまでもないと思っただけだ。もったいない。熱いうちに味わった方がいいぞ。私が気に障るなら消えているが。ごちそうさま。結構よ。私は茶坊主が欲しくてマスターになったわけじゃないわ。
あなたもね、頼みもしないことをする必要はないわよ。そうか、確かに私も茶坊主になったり後片付けをするために契約したわけではない。君がそういうのならばこれからは気をつけよう。ええ、私が求めているのは戦力としての使い魔よ。家事をこなすサーヴァントなんて聞いたことがないし、する必要も特にないわ。特にはないとはどういう意味かな。別に好きなようにとって結構よ。それよりあなた自分の正体を思い出せた？わかった。あなたの記憶に関してはおいおい対策を考えとく。じゃあ出かける支度をして。あっちゃん、召喚されたばかりで勝手もわからないでしょ。街を案内してあげるから。出かける支度？いや、そんな必要はないだろう。出るのならばすぐに出られるか。あのね、そんな格好で出歩くつもり？どう見ても普通じゃないし、他のマスターが見たら一発でサーヴァントってわかるじゃない。私、自分から私はマスターですなんて言いふらす気はないんだけど。あ、そういうことか。それも問題はない。確かに着替える必要はあるが、それは実体化している時だけでね。サーヴァントはもともと霊体だ。非戦闘時には霊体になってマスターにかける負担を減らす。ああ、そっか、召喚されたって英霊は英霊だものね。霊体に肉体を与えるのはマスターの魔力なんだから、私が魔力提供をカットすれば。自然、我々も霊体に戻る。そうなったサーヴァントは守護霊のようなものだ。レイラインでつながっているマスター以外には観測されない。もっとも会話程度はできるから偵察ならばしょうがないが。あ、便利。それじゃあ本当に他のマスターを探し出すなんて難しいんだ。ああ、だが魔術師は魔術師を知覚できるだろう。それと同じでサーヴァントもサーヴァントを感知できる。優れた魔術を知るサーヴァントならば遠く離れたサーヴァントの位置さえ把握するだろう。サーヴァントの位置わかる？マスター、私のクラスは何か忘れたのか。遠く離れた敵の位置を探るなど騎士上がりにできるものか。わかったわ。じゃあとりあえず後についてきて。あーちゃん、あなたの呼び出された世界を見せてあげるから。そう目新しいものではなさそうだがね。それよりマスター、君、大切なことを忘れていないか。え？大切なことって何？まったく、君まだ本調子ではないぞ。契約において最も重要な交換を私たちは未だしていない。君な、朝は弱いんだな、本当に。言い当たったか。まあ今からでも遅くはないさ。それでマスター、君の名前はこれからは何と呼べばいい？
私、遠坂凛よ。あなたの好きなように呼んでいいわ。それでは、凛と。ああ、この響きは実に君に似合っている。凛、どうした？何やら顔色がおかしいが。うるさい。いいからさっさと行くわよ、あーちゃん。とにかくのんびりしてる暇なんてないんだから。ありえる、こいつなら絶対そうだ。信徒の公園よ。これで主だったところを歩いて回ったわけだけど、感想は？広い公園だ。だというのに人気がないのは何か理由でもあるのか？やっぱりそう見える？まあここはちょっとした曰くがあるから。10年前の話よ。この辺り一帯で大きな火事があったんだって。火は一日燃え続けて雨が降り出した頃に消えたんだとか。その後町は復興したけど、ここだけはそのままなの。焼け野原になって何もなくなったから公園にしたらしいわ。気づいたみたいね。そうよ、ここが前回の聖杯戦争決着の地。私も事情は知らないけど、前回の聖杯戦争はここで終結してそれきり。なるほど。それでこんなにもここは怨念に満ちているというわけか。
わかるの？そういうの。サーヴァントというのは霊体だ。そのあり方は怨念、妄執に近い。故に同じ無念には敏感なのさ。街中でも濃い場所はあるが、ここは別格だ。我らから見れば固有結界のそれに近い。リン、どうした？考え事か？ううん、ちょっと意外だったから。固有結界だなんて、アーチャーのくせに珍しい言葉を知ってるなって。なんだ、知っていてはおかしいか？だってそうじゃない。固有結界っていうのは魔術師にとっては禁忌中の禁忌、奥義の中の奥義だもの。アーチャーであるあなたが知ってるなんて筋違いよ。リン、英雄とは剣術、魔術に長けた者を指す。アーチャーだからといって弓しか使えないと思うのは勝手だが、私以外のサーヴァントにそんな楽観は持たないでくれ。よ、今のは軽率な発言だったわ。次からは気をつけるから、これでいいでしょ。リン、ズバリ言おう。君は優秀だが、それゆえに他人を過小評価する欠点がある。成人するまでには矯正したまえ。何気に失礼なこと言うわね、あんた。いや、失礼。別にリンがジャジャ馬だと言ったわけではない。単にイメージ通りの表現を使っただけというか。ええ、なおさら悪いわ。リン、ちょっと黙って、アーチャー。誰かに見られてる。私じゃ見つけられない。アーチャー、あなたは？難しいな。私には視線すら感じられん。ってことは、見てるのはマスターね。レイジはレイジに反応する。マスターであるのなら、誰がマスターであるかは出会えば感じられるということか。だがそれならリンにも相手が識別できるのではないか。ええ、けど高位の術者なら自分の魔力ぐらい隠し通せる。いくら霊樹同士が反応するって言っても、その霊樹だって魔力で発動するものよ。大元であるマスター自身は魔術回路を閉じていれば見つけることは難しいわ。厄介だな。ではこちらはいいように位置を知らせているということか。でしょうね。まあ私だって夜探しすれば魔力殺しぐらいは見つかるだろうけど。必要ないと？そう。だって隠さなければ向こうからやってきてくれるでしょ。こっちから出向く手間が省けるわ。何を、自信過剰はいけないって言いたいの？君はそのままが一番強い。
小物には付きまとわせてやるがよかろう。ここなら見通しがいいでしょ、あーちゃん。はあ、将来君と付き合う男に同情するな。よくもまあここまで好き勝手連れ回してくれたものだ。あ、何か言った、あーちゃん。素直な感想を少しと。確かにいい場所だ。初めからここに来れば歩き回る必要もなかったのだが。何言ってるのよ。確かに見晴らしはいいけど、ここから分かるのは街の全景だけじゃない。実際にその場に行かないと街の作りは分からないわ。そうでもないが、アーチャーのクラスは伊達ではないぞ。旧兵は目が良くなければ務まらん。そうなの？それじゃあここからうちが見える？アーチャー。いや、さすがに隣町までは見えない。せいぜい橋あたりまでだな。そこまでならタイルの数ぐらいは見て取れる。嘘、タイルって橋のタイル？びっくり、アーチャーって本当にアーチャーなんだ。リン、まさかとは思うが、君私をバカにしているんじゃないだろうな。そんなわけないでしょ。たださ、あなたってアーチャーって言われには弓使いっぽくないから、つい勘違いしてただけ。それは問題発言だ。帰ってから追求しよう。少なくとも信徒を根城にしている奴が一人いる。した。リン、敵を見つけたのか？別に、ただの知り合い。私たちには関係のない一般人よ。こんなところね。町の作りは大体わかった？ん？ああ、町のことならわかる。あとはおいおい掴んでいくさ。なら今日はここまでね。私もまだ本調子じゃないし、家に戻って休みましょう。あれ？
さくら？リン、何を隠れている？黙ってて。あそこにいるの知り合いなのよ。今日は学校休んだし、あんまり顔を合わせたくないの。リン、知り合いとは外国人の方か？いえ、知らない。この辺りは洋館が多いから、どっかよそから遊びに来てるんじゃない？あーちゃん、あいつ、人間？さあ、実体はあるから、人間なのだろう。少なくとも、サーヴァントではない。そうよね。マスターでもないし、ただの痴話喧嘩か。二人とも言ったな。女は坂を登っていく。男は。それじゃああなたはここを使って。私はもう眠るけど、何か質問はある？とりわけ重要な疑問はない。すぐに戦闘を仕掛けない君の判断は正しいよ。今夜は魔力の回復を行うべきだろう。ええ。それじゃあ明日、今朝の紅茶をよろしくね。そうだ。眠る前に綺麗に連絡しないと。電話、電話っと。綺麗？私だけど、昨日サーヴァントと契約したから、正式にマスター登録、お願い。いいだろ。ではどうする？一度こちらに顔を出さないか？君のご両親から預かっているものもある。君がマスターになった場合にのみ、成人前に伝えてほしいと頼まれているのだが。ああ、それって父さんの遺言のこと？それならもう解読して手に入れたからいいわ。それじゃ、気が向いたらお邪魔するからよろしく。待て、リン。マスターになったのなら。さて、これで準備は終わりっと。